はい、皆さんこんにちは、アチでございます。中立の三国志13やっていきましょう。どうしようかな、これ何人減ったんだろう、両党勢。あ、一部隊減っただけか。だけど副将つけてないんだな。副将つけてなかった、全員が全員副将ついてないとしたら勝てるかな。郊外さん見てみましょうか。武将ついてるわ副将ついてるね。全部で6人。あ、そうだね、6人で2部隊だから満タンついてるね、これ。ヤンギだな、これはこれでランギだな。加工さんあっち行っちゃったしね。いや、どうする、引き出しだと思ったんだけど、まあとりあえず帰って食料入れてきましょう。よいぞ。三品か。ダメだな。ちょっともうちょっと、構わん。もうちょっとこっちで牽制してくんないかな。これどう？結構やばい感じだね。でこっちは逆にこっち助けた方がいいのかな？この二人か。これ合法にチャチャ入れてもいいのかもしれないね。ただ全然間に合わないけどね。本当悩むな。周さんが亡くなったのは良かったんだけど、周さん亡くなったの、一応やっぱ行こう、やるだけやろう。あ、主人さん来ましたね。大使だからね、助けないと無茶言えないんですよね。構わん。よし。でこっち来るのか、牽制来るのか。よし、じゃあ行っちゃおう、ロコまでね。もう一回ロコまで行っちゃいましょう。ちょっとここで休むけどね、あれがフラフラになっちゃうから、士気が。はい、よいしょ。さあ誰と、修善さんいいよね、ここでいい人だもんね。誰にしようかな。あ、芝生さんと行きましょうか。あ、まだいけんだね。ちょっと待って、同志まだ、あ、一人入れれんだね。ちょっと部の人欲しいな。あなたしかいないか。あなたしかいないのか。あんたしかいないのか。まあいっか、縁にいるんだね。あ、縁だったらいいわ。ちょっとこっち、仕方がないね。やるとしよう。で、じゃああなたとあなたで、あなたガンガンいけるでしょ。あら、あ、そっか、10人だから出てこないんだもん。あ、馬食さんいるわ。馬食さんは頭の人だね。この人、あ、うちの神さんにしよっか。ね、うちの神さん当てましょう。さあ、一度攻めるだけ攻めてみましょう。まあ、報告します。負けてもいいでしょう。よいぞ。負けてもいいと思って、ちょっとこの辺で10日ぐらい、士気が回復するまでいてね。報告します。よいぞ。さあ、攻めたのはいいけど、明らかにこれ、いいえと、明らかにこれあれだね。郊外さんが大変だこれ。え、加藤勢は、おお、逃げた。おお、勝ったね。あ、勝ったわ。勝ったというか撤退した、何か理由があったのかな。いや、おお、おめでとうございます。すごいね、頑張ったね。ああ、後ろからこんなに来てたんだ。この勢いで攻めてほしいんですけどね。ただ
使命がねちゃんとついてないんで、あんまり大したことなくてね、攻めるぞってなってないんでね。はい、攻守ね、攻めるぞってなってないもんですから、報告します。多分攻めに行かなくて勝手に返さすんでしょうね、あれね。報告します。勝手でいいよね。それは私は大使だから文句言えないからね。勝手、向こうからじゃ勝手ですよね。さあ、兵糧がちょっと減っていってっけど、2000、1900。うわ、後ろから来た。うわくー、これはつらいな。ちょっと誰か攻めてよ、もう後ろから。これはちょっと攻めなそうか。よいぞ。ごめんなさい、ちょっとね、攻めようと思ったんだけど、こんなの後ろから来たらもう無理だ。ああ、もう芝居全解散しましょう。無駄にね、始めるぞ。無駄に兵隊を報告します。減らしたくないんで。よいぞ。さあ、じゃあ効果に意味もないかな。効果言っていきましょうか。行くか。はい、なんて言うんだっけ、今年稲子ね。いやー、シビュー先生死ですぐリクソンさん来るとは思わなかったよね。ちょっと私鈍かったな。もっとがっつりあの時に言っとくべきだったね。ここですぐね、戻らなくて、効果まで戻らなくて言っとくべきだったね。流れはどうなっていくんだろう。報告します。よいぞ。さあ、私は、お、失礼する。あ、老慶さんだね。前慶さんとか男慶さんとか言ってましたけどね、私ね、一時。さあ、まず名品なんかない。孫子写本、いや別にいいね。さあ、ちょっと中不在ではないのか。あ、いるんだね。じゃあね、酒場行って、芝居の知識を、老慶さんだね。ああ、藩士は曹操軍にいましたよ。南の方にいましたよね、兵持って。お、国家ゲートになっちゃった。さあ、じゃあ秘伝か。あ、これちぎれるな。でもね、ごめんなさい、ちょっと喉が。まだ私に剣持ってる人いないよね。全然いないわ。じゃあね、論議しちゃう。42まである。あ、今42じゃないのか。あ、談話だけにしておきましょう。53になりましたね。あ、42だったんだね。じゃあね、加工園さんね。報告します。はい、構わん。ちょっと宴会していきましょう。名品振る舞いましょうね。酒、そんな良さこはないのか。これでいいでしょう。で、人事できないかい。一筋縄ではいきません。あ、いきませんのか。あ、95だもんね。一筋縄ではいきます。一筋縄ではいきません。あ、いけないか。劉備先生どっか持ってかれたかな。とすると、内政してもらいましょうかね。商業ね。で、内政ね。やっぱ商業だね、お金だもんね。この2人だね。まあ、兄さんよりもこっちでお願いしましょうか。王朝さんね。まあ、加工さん来るでしょ、ほっといてもね。誰呼ぼう。あ、長英さんね。あ、さっき奪ったんだけどね。逆に曹操さんが奪われたんですよね。以後よしな。即遂。はじめまして。おはす。はじめまして。はじめまして。ありがとう。あ、加工徳さんがね、ちょっと照れちゃった。ご来訪感謝いたす。ちょっと時間持ってないで談話でいきましょう。210年なんだ、211年なんだね。
あ、12年だわ。12年ですね。ああ、目が回るような忙しさだか。いや、この人のちぎるのはまあ後でいいですね。調査行きましょう。報告します。はい、調査の訓練ね。あ、リュウ先生いたわ。リュウ先生とちぎろう。あ、ちぎってたっけ、リュウ先生。ちぎってたよね。馬が欲しいな。報告します。よいぞ。あ、ここ出兵しちゃおう。ちょっと待って。あ、何の恩恵もないのか。恩恵ないね。恩恵なかったらやめとこう。お金ね。いや、いいですよ。先生のことはありましょう。いやー、もう芝居さん楽だわ。少し私の理屈を聞いてください。正しければ人が生まれだ。正しければな。あ、なって軽く言うですね。はい、裏を読むのだ。なるほど、そういう意味か。さあ、ちょっと行きましょうか。あ、相打ち、あ、これで行ってみましょうか。こちらの方が損は裏かかれちゃった。やっぱ間違えちゃったね。あ、これ挑発来るわね。まあ無視しましょうか。負けないけど。はい、これで終わりね。論ずるに及ばん。お、本格を持てましたよ。何？今なんか言ってきましたけど。あー、やっぱ取られるね。落とされるね、ここね。落とされるね。これはとっとこになるのを待たないといけないね、この軍じゃ。ちょっと我が君のんびりしすぎだからね。これはどの軍事もそうだよね。はい、調査入りましょう。入りますけど、曹操さんどこ行くんだい。曹操さんが今出張ってましたけど。取りに行くのか、あんた自ら。あんた自ら取りに行くのか。はい、あと何人帰ってくるのかな、兵は。あ、機関兵は帰って、あ、そっかそっかそっか。私ここ初めてだね。移動させられたんだよね。あ、劉備さん、ちょっと待って。劉備さん、劉備さんちぎってない。あら、劉備さんちぎってないわ。ちぎってなかった。手助けしましょう。いいか、身に余る光栄にございます。いや、これはこれで絵になる二人だね。さあ、誰と、あ、そうだ、あ、曹操先生いいんだね。これは、あ、お、あ、大井さんいけるわ。うちの神さんね、ますます頭良くなるね。あ、でもうちの、あ、しまった。うちの神さん軍師だけど政治がすごいんだった、忘れてましたわ。あ、こっちは、あ、こっちは知力か。あれ、でもこの人政治が高いのに知力の、あら、なんとも難しいね。いや、もうなんだろう、長春華ちゃんが霞んで見えるね、この二人に比べると。ご報告いたします。はい、どうぞ。身に余る光栄にございます。 あなたたちね、単純だからね。あなたたち兄弟単純だからすぐ出れてくれるんだよね。申し上げたき義がございます。はい、どうぞ。かまわん。お耳を拝借したく。あの御年ね、だーだ。かまわん。さあ、劉備先生仲良くしましょうね。よくぞいらっしゃいました。ほんとこの人ね、何あげても出てくれるからね。いいんですよね。で、人徳もらえるんでね。早く人徳もらいましょう。新たに校長を広げると思うんですが、どのあたりに校長、あ、どのあたりを校長としましょうか。そうだね、ちょっとバクチ打ちましょう。あいつ話し込んでしまいましたなと。聞いてくんねえか。構わん。ちょっと待ってね。任免で重臣を任免しましょう。軍事重臣、うん、全然いい。
あ、修善さんも低いからね。まあ劉備さん出れるから修善さんにしときましょう。劉備さんないもんね、別段特性内政だもんね、機関兵の年。おお、これでいいんだね。でも内政この人低いからはい、修善さんね。あと私隣接してるんだよね、一応余剰から隣接してるから、一応あれ見ときましょうか。中正度あんま高くない人いそう。あ、陸石さん、あ、陸石さんでも92あるね。いやいやいや、捕虜だ、監督さんも捕虜だ。お、修善さん96もある、捕虜。おお、大臣さん捕虜なってる。あ、そっか、捕まえたのか。これはいいね。というわけでね、じゃあこの辺で終わってみましょう。ソーソーさんで三国志13、違うよ、またやっちゃったよ。中田ちゃんで三国志13ですね。この辺で終わってみたいと思います。どうもありがとうございました。